はい、皆さん毎度毎度。男性のさ、2ブロックサイド2ブロックすんのはまあ当たり前だよね。あとそれが耳の後ろぐらいまでちょっと2ブロックなんのも普通だよね。問題は襟足ね。バックサイドのあたりくちゃくちゃした毛が多いのはまあ2ブロック気味になってもいいけど、真後ろだよ、真後ろ。あの奥でカットするまあ中学生の男の子、この子はまあ普通にね、2ブロックはしないんで、学校で禁止されてるからね。だけどまあ大学生ぐらいになるとこういう長さの子はサイド2ブロックするよね。あと後ろさ2ブロックにする方いるよね。美容師さんか床屋さんか分かんないけど、昨日来たんですよ、お客さんが。長さ的にもね、この子ぐらいなんだけど、後ろまあ南半球つってもオーストラリアぐらいまでを全部2ブロックでね刈り上げてやるんだよね。でその上に長い毛乗せてやるんで、これってさ後ろ一つに縛る人用のさ2ブロックじゃね。バナナマンのシダラなんかはサイドを2ブロックで結構やっつけてるよね。短くして、そんでもってあのワックスかなんかでベタって貼り付けてるよね、後ろにね、上の長い毛をエレガンス系にね。そんでもって襟足はまあかなり上まで刈り上げてやるけど、2ブロックにはなってないように見えんだよね。スノーマン初めて見たけど、後ろ2ブロックになってるような子はいないと思うんでね。でサイドの2ブロックになってるかっつったら、これちょっとよくわかんないんだけど、2ブロックにしてる子してない子なんかいそうなんで、全員が2ブロックにしてるようには思えなかったね。なんかエグザイルかなんかになると、なんか一つに縛ってる方、相方は襟足もちょっと高めに刈り上げちまって、そのでもって上を縛ってるっつうの、そういう時はまあああいう風に後ろも刈り上げちゃうよね。だから2ブロックって言われたらさ、美容師さんか床屋さんか分かんないけど、とりあえず頭使わねえで襟足みんな刈り上げちゃってんじゃないかなと思ったんだけど、で自分はあんまり後ろ2ブロックしないんだよ、普通に刈り上げてんだよ。職人さんかなんかで一つに縛るっつんだったら襟足刈り上げてもいいんだけどね。普通の大学生とかサラリーマンの方、エレガンス系な、まあマッシュ系のボブだったら、真後ろは普通に刈り上げた方がいいんじゃないかなと思うんだけど、あの2ブロックにしないで。2ブロックにするとすごくなんか上に乗っかったやつがさ、収まり悪いっつうの、形が悪いっつうの。そんな頭してるさ、スノーマンいねえよ。エグザイルにはロングで、まあドッジバルから、あと襟足が伸びないっていうの、細くてくちゃくちゃ汚い毛。なんかいそうだけど、なんかただ2ブロックって言われたからさ、頭使わないで後ろも刈り上げただけみたいな、後のこと考えねえで、なんかそんな気がするんだけど、どうも、あいお疲れ様でした。